でも姿はたまたま撮れた素敵の一枚、浄化されたホワイトゴースト味クッキーを使って、浄化や育成優先度の解説をしていきたいと思います。よろしくお願いします。それじゃあまずはクッキー能力についてからなんだぜ。はい、ホワイトゴースト、略してホワゴのクッキー能力は、一定時間ごとに発動するよくあるタイプのもので、発動すると、障害物などにぶつからなくなる、クッキー能力モードに移行します。それでホワゴは能力中に何をすればスコアを生成できるのかというと、スライドボタン連打してたら、能力中の全てのスコア生成を成功させられます。そしてここが、今回の強制&強化で簡単になった部分でもあるんだぜ。強制前のホワゴは能力中に、タイミングよくボタンを押す必要があって、タイミング合ってない時にボタンを押すと失敗扱いになってたんですよね。それが強制後は、タイミング合ってない時に押しても失敗扱いにならなくなったので、連打してたら、タイミングよく押された時だけ押したのが反映されて、タイミングを意識しなくても成功扱いでいけるっていう感じです。ちなみに、強制前は能力の最後にボタン連打する必要がありましたが、強制されて連打しなくてもスコア生成されるようになったので、この最初の2体のクッキーを驚かせてる時以外は、能力中は操作が必要なくなりました。最初連打しといて、ダッシュし始めたらぼーっと眺めてるといいんだぜ。それで次にペット能力ですが、ホワゴペットは回復効果と、クマゼリーパーツ効果を持つポーションを生成します。そしてクマゼリーの色は生成ごとに黄色ピンク青を順番に繰り返す感じです。あと、常時クマゼリースコアがアップするバフも持ってます。それで、このクッキーペットともに、クールタイムが 0.1 から 0.2 秒減ってるんだぜ。というのも、今回の強制前はホワゴの最後の能力を発動するのに時間が足りないことが割とあって、上手い人特有のテクニックを使わないと厳しい、っていうこともよくあったんだぜ。多少の体力を漏れればよかったので、宝物の地図の回復を利用したりしてましたね。そういう問題に対してもしっかり調整がなされてて、ありがたいですね。そんなわけで続いては編成についてなんだぜ。昨日と一昨日に引き続き、ホワゴも競技の3ステージ分の編成を倍速でまとめてるんだぜ。なのでこの動画内で全て見れるようにはなってます。それでは各ステージの編成について解説していきます。まずはプリントウッズステージからです。ガトンゴクッキーはジャガイモ味で、採用理由はホワゴのガトンゴで使えるクッキーの中で一番強いからですね。そして宝物は純粋なスコア生成宝物を3つでいいんだぜ。一定時間ごとにスコア生成してくれる宝物たちですね。このステージでは特殊な効果を持つ宝物は不必要で、少し前に流行った一定距離ごとにスコア生成する宝物は、ホワゴとは特に相性いいわけじゃないので優先度は低いです。こういう、通常の河川宝物を3つ入れる編成はあるあるだから、河川宝物を3つだけ一定おすすめしてるのはこういうことなんだぜ。ちなみに、クルミハンマーの枠が確かランキングではレジ宝物になってたと思います。クルミハンマーは大体で入れてるだけなのでご了承くださいませ。そんな感じでこのステージは普通の編成って感じです。それじゃあまだ動画はプリントウッズのままだけど、先回りしてフラワーガーデンステージの編成を解説するんだぜ。フラワーガーデンはバトンゴクッキーはジャガイモのままで、宝物がエンジンとビーンズとテディになってます。エンジンは速度を上げる特殊宝物で、ビーンズとテディはクマゼリーがあればあるほど強い宝物ですね。フラワーガーデンは距離が長いのでエンジンは必須で、クマゼリー系宝物も再優先されます。ちなみに、他のクッキーだとクマゼリーリングっていう、黄色クマゼリーを取ればとるほど強い宝物を優先すべきだけど、ホワゴはステージ上の黄色クマゼリーパーティを、ペット能力のピンククマやアイスクマで塗り替えちゃうことあるので、入れない方がいいかなって感じなんだぜ。逆に、黄色クマ以外にも適用されるテディとビーンズは、ホワゴと相性がいいし、ビーンズはホワゴとコンビボーナスあります。フラワーガーデンの編成はそんな感じで、最悪エンジンだけでも入れてたら大丈夫です。それじゃあ続いては新ステのシュガーティアステージ。このステージでは地図が必須なんだぜ。というのも、強制が来たはずなのに、なんだか体力が足りないってことが起きるんですよね。なので宝物の地図の能力にある、中盤くらいで回復ゼリーを生成してくれる効果が必要になるわけです。なんなら距離も足りないから地図は必須なんだぜ。エンジンで代替するとさっき言った理由で体力が足りなくなります。大ポーションに届かないとかの理由で体力が足りないわけじゃないので、エンジンじゃどうしようもないですね。それで、地図以外はプリントウッズと同じで、純粋なスコア生成宝物を入れるといいんだぜ。そして今回の動画では、レジ宝物の代わりにモチモッチを入れてます。あと、バトンゴクッキーがシュガーティアだけ、ベストスコアランキングでは玉周囲が優先されてたんですが、確かにジャガイモだと微妙に体力余るから、ジャガイモより微妙に体力必要な玉春は噛み合いそうなんだぜ。でもスコア差少ないのと、玉春は一定おすすめしてなくて、ジャガイモはおすすめしてた時期あるので、使うならジャガイモを推奨することになります。そして全ステージ通してバトンゴはロブスターで代替可能です。編成についてはそんなところでしょうか。それじゃあ増加や一定優先度について解説していくんだぜ。結論から言うと、最強ぶっ壊れ環境派遣クッキーではないです。なので未だに、最強ぶっ壊れ環境派遣クッキーはスターフルーツ味クッキーのままです。ホワイトゴーストはステージによってはスターフルーツよりも強いですが、それでもスコア差が少ししか上回っておらず、ランキングを見てもスコアで上回ってるのは1ステージだけで、他のステージではスコア差つけられて負けてたり、そもそもホワゴがランキングに入れて勝ったりするので、やっぱりハマった時の強さはあったとしても、汎用的な強さではないのがかなり、評価をするとなると痛いですね。なので、昨日のアジサイと似たような評価になってくるんだぜ。いっから一定するのはおすすめしませんが、すでにホワイトゴーストが育ってるならガンガン使っていく感じでいいと思います。
ホワイトゴーストは以前強かった時期あるので、育ててる人多そうですね。あと、それなりの強さはあるので、ホワイトゴーストが育ってるならスターフルーツは育てなくてもいいんだぜ。昨日のアジサイの評価がぐちゃぐちゃすぎたので、ホワイトゴーストの評価はこんな感じで簡潔に終わろうと思いますが、なんかわからないことや知り合いことがあれば、気軽にコメント欄でご質問ください。でも本当にこれで評価を終わってもいいのかしら、何か忘れてる気がするんだぜ。そうだ、今回の評価のまとめをしてませんでした。でもそれって解説がぐちゃぐちゃになった時に、終わらせるために言ってるやつだから、今回はいらないよね。でもやっとくんだぜ。というわけで評価のまとめです。ホワイトゴースト味は最強じゃないので今から育てるのはおすすめしません。ですがすでに育ってる場合はどんどん使っていける強さで、フォアボが育ってるなら現在最強のスターフルーツを育てる必要はありません。今後今回みたいな強化クッキーや新クッキーの評価動画で最強クッキーが出現したら、丸々使ってた人は移行して、丸々使ってた人はスルーすべきとか解説していくので、評価動画や今育てるクッキーペットなどの動画はチェックしてもらえると幸いです。なんなら日々の動画でも急に攻略情報話し始めるから、毎日見てると全てが丸く収まるんだぜ。これフォアボの評価が終わったってことはジミー時間ですか。そういえばフォアボについての考察というか妄想がありまして、フォアボってボナタイ入るときめっちゃ怖い顔になるんですよ。それを見てから思ってるのは、フォアボは実は悪い幽霊なんじゃないかってこと。よくある語り手が間違ってたみたいなパターンで、プレイヤー目線だとフォアボは可愛く見えてるけど、驚いてるモブクッキーの反応が正しくて、ボナタイ工事の姿が本物の姿なんじゃないかと。そして一緒にいてもなんともない黒ニンニクはすでに取り憑かれてるとか、黒ニンニクが取り憑かれてる根拠もあって、黒ニンニクの能力発動時にいろんなクッキーが黒ニンニクのライブ配信にコメントを残していくんだけど、そのクッキーなら絶対に言わないであろうセリフを残していくんだぜ。これはもう黒ニンニクの周りに異常が起きてる証拠ですよね。そんなガバガバ推理は置いといて、フォアボはスライドのパターンが2つありまして、どちらとも有名なホラーのオマージュみたいです。でもホラー詳しくないからわからないんだぜ。ホラーを好んでみる人の気が知れないほどホラーは苦手です。なんかホラー好きな人って意地悪な人多いですよね。彼らにホラー苦手って言うと必ず怖がらせてくる気がします。ちなみに唯一見たホラー映画は1本なんだぜ。そしてもうホラー映画は見ないことを誓いました。ほんと驚かせてくる系が苦手すぎます。心臓が止まります。でも最近ホラー的な何かを見た気がするので、それに引っ張られてるのかも。フォアボが悪い幽霊なわけないもん。フォアボって黒ニンニクと同い年なんですかね。なんかお姉さんと初対感ありますよね。というかフォアボって最近のクッキーだと思ってたのに、もう強化来るんですね。実装と強化の間隔短い子にはみんなそれ言ってるけど、なんならフォアボって一回強化されてる気がするんですが、これはアナザーアースの記憶なんですかね。ちなみにサムネですが、フォアボの能力発動時の幽霊状態への移行のタイミングでスッショしまくると取れます。賢いやり方は動画を撮って停止して一コマずつ見ていくことだけど、そしたら途中で玉ねぎみたいになってたり、面白い姿が見れます。それで今日気づいたんですが、ホワイトゴーストの高速ダッシュ時のポーズ可愛すぎませんか。なんで今まで気づかなかったんだろう。あとにダンジャンプ後の効果ポーズとか、この子は可愛い仕草多い気がするんだぜ。視聴者の皆さんはこのクッキーのこの時のポーズが好きだってのはありますか。自分はホワイトゴーストの高速ダッシュ時のポーズを提出しておきます。カードが見つけてターメントなんだぜ。そういえば最近発言権を与えられてなくて忘れてましたが、イチジクを生まれて初めて食べたんですよね。子供の頃に一度挑戦してみたことはあったんですが、どこを食べればいいのかわからずに親に察しました。それで今はインターネットがあるのでググってみたら、皮以外は食べれるって書かれてて、品種によっては皮も食べれるんだとか。その日はチャレンジ精神がたぎってたので、その勢いのままイチジクの皮を剥いていきました。そしたら割れて真っ赤な中身が見えて、種っぽいのもたくさんあって食べれるのか不安でしたが、そんな気持ちを無視してかじりついてみたら、洗った生活と口目はめっちゃ水っぽくて、もぐもぐしてると確かに種っぽいのはありましたが、ポリポリ砕けてそこまで気になりませんでした。それで味はよくわからなかったんだぜ。というか果物って基本的に初見じゃ味がわからないものだと思うんだぜ。みかんとかも初めて食べたら何味かわからないと思います。強いて言うなら桃ですかね。いや違う気がします。すみません。なのでなんか冷蔵庫の中で放置されてる、あと1個を食べてこようと思います。味に集中して食べた結果、山や森の風味がしたんだぜ。イチジクは山味ってことです。でもこの不思議な味を例えるなら何の味が適切なんでしょうね。ググっても共感できる味はなかったんだぜ。でもイチゴジャムのプチプチ感っていう食感の表現はかなり納得。そんな食感もですが、味も好き嫌いありそうではあるので、一度食べてみてほしいですね。本当に何の味なんだこれ。食べたことある人は何の味に近いと思うか教えてほしいんだぜ。そんなわけでホワイトゴースト評価動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。のし。